三角は市上から西方向。左の建物がイポート、右がサイス。雪の積もった夜の三角は市。上の画像と同じ地点。三角橋は埼玉県入間市にあるペデストリアンデッキ。豊岡第一北地区再開発事業の一環として建設され、1997年10月16日に供用開始。 埼玉県道226号入間指定車上線と国道463号との交差点上にある国道463号を挟んで同じ再開発事業で建設された複合商業施設のサイスと一ポとトが向かい合っておりこれらの建物と丸広百貨店同士を2階で結んでいる前日の通り埼玉県道226号入間指定車上線と 国道463号との交差点上にあり、交差点中央部は三角形の吹き抜けが開いている。この吹き抜けから三角は死という名称になった。吹き抜けがあることによって道路上空を回遊することができる。当初、丸広百貨店入間店2階とサイス2階を結ぶ程度にしか役に立たず、まともに利用されなかった。 建設に8億4千万円の予算を注ぎ込んだことが、イルマ市議会において、共産党会派より激しい非難を受けたが、後に一ポートが完成するなどした結果、現在ではこれも広く利用されるようになり、様々なイベントの会場にもなっている。2006年3月18日、豊岡第一都地区画整理事業の完成記念として、アンパンマンのキャラクターのモニュメントが設置された。 ルマま四45年間の歩みアーカイブド2014年3月7日、アットザウェーバックマシン、イルマ市ホームページルマま四45年間の歩み、アーカイブド2014年3月7日、アットザウェーバックマシン、イルマ市ホームページ。ありがとうございます。